貝殻系かご。え、なんかさ、なんかさ、めっちゃ巨人みたいなおらん、こう。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。それだけ自宅の隣でやってたのね。自宅の隣で。お、こっちにプールが。なるほど、こういう感じ。あ、確かにいっぱいあったらちゃんと、なんか、施設としてのプールみたいな感じに見えるね。すごい。ここは住民の家か。すごいなぁ。あ、そして、プールを抜けたらそこは海。寝転んだ。寝転んだ。かわいい。いいね、いいね。あ、キャンプ場こんなところにある。へぇー。なるほどね。そっか、浜辺に。ちょっと裏通ってっけど。あ、これってさ、この道しるべ？こんな色にできるん。私普通に茶色しか、金のバラがあるよ、金のバラが。あれやんね。飛び盛りに比べたら金のバラが本当に金って感じになったね。なんか飛び盛りの時ってさ、私だけかもしれんけど、最初全然金って思わんかったもん。それ、金のバラですよ、みたいな感じでコメントされて、初めて知ったけども。すごいな。あら、フランソワ。久々に見たわ。あ、この子あれじゃない？ミスズちゃんじゃない？あなた、はじめましての方ね。ああ、この島に遊びに来たの。私はミスズ、よろしくね。あなたは、アイナさんね。どう？素敵な島でしょ。いっぱい楽しんでいってね。ピン。かわいい。めっちゃかわいい。いいな。あれないよね。大人っぽい感じないよね。私、確実に見た目からしてアイドル系やと思ったのに、全然違うっぽい。そこがちょっとびっくりやった、ミスズちゃんも。ミスズちゃんとちゃちゃまるはね、意外性がめっちゃあった。はい、そして、バレないよね、この島、あつ森になってから、ここフランソワの敷地ですか？めっちゃ、綺麗やん。超綺麗やん。みんなそれぞれちゃんと敷地があるということやね。この島になってからさ、すごい全体的に広々としすぎてしすぎて。なかなかね、回ったんだか回れてないんだかちょっとよく。何？この島はみんなお金持ちなの？なんか、一家に一つ必ずプールない？すごい、こういうベッドもあるんやね。木のベッドぐらいかと思った。ここから誰かが何かを、お！なるほど。この辺は画家さんがいっぱい集まるんかな。ちょっとなんか、画家さんたちの間で有名なスポットなんかもしれんね。綺麗な景色が描けるっていう。あ、ここ博物館？あ、なんか位置的にもめっちゃいい感じやんね。いいなぁ。やっぱああいうのって微妙に後から常設していきよんかな、みんな。ここは？なんか博物館っぽい感じ。星座？星。お邪魔します。お、シックな感じすごい。本がいっぱい並んである。うんうんうん。図書館かしら。はい、左の部屋へ。あ、あれか、ここ、芸術家。ここが、もしかして、あ、そっか、ここに住んどるってことなんや。芸術家の人たち。そっかそっか。じゃ、ここに住んどる人たち、一人かもしれんけど。人があっこに出向いてって、絵を描いてると。え、すごい、なにこれ。こんなのあるん。やば。え、なにこれ、ストーブ？初めて見たんやけど、こんなストーブがあるん。外国とかで使われるストーブってこと？なんかかっこいいね。はい、そして、奥の部屋へ。なんか奥怪しげやけど。なんだい？この空間は。何が行われているのかしら？この部屋にも。
録画されている。監視カメラが。何か、ものすごい重大な、ものが保管されてあるってことなんかな。この骨は。誰か呪ってるの？何かしら。あれなんか、石碑みたいな感じよね。この村でなんか、重要なものが発掘されたのでは。お、右側の部屋めっちゃ綺麗。風子ちゃんやん。超綺麗。いいね、いいね。ふわー。あ、なんかこの床めっちゃ家具が浮いて見える、すごい。なんか不思議な感じやんね。空中に浮いとるみたいな感じに見える、めっちゃ。なんなんやろ。なんなんやろ、なんかすごい。いいね。ふうこちゃん、目キラッキラ。かわいい。はい、それじゃあ、2階へ。お。てか、画家といえばさ、飛び盛りのあの、誠一さんは出てこないんだろうか。お、ふうたくん。なるほど、それで化石がいっぱい。うん。足跡の化石あんな感じなんや。すげえ。この化石は一体何の、あれ何？カブトガニか何か？なんかひっくり返ってるのかな？そういう形？化石が大量に。いやー、枕元になんか、蚊の化石みたいなのあるんですけど。え、化石？化石よね、あれも。でもめっちゃなんか、研究熱心って感じやね。ま、だって、ふうたくん知識すごいもんね。はい、そして、地下へ。お、地下はなんか、芸術が爆発している。もうなんかすごい、部屋の床から壁から、めちゃくちゃ、ペンキが飛び散りまくってるじゃないですか。ペンキ、絵の具。ねえ、めっちゃ、巨大だな。こんな感じなんや、大きさがすごい。てか、このシーツ可愛いんやけど。ベッドのシーツが。なにこれ？これあれやん、粘土のやつやろ？こんななんか作りかけみたいな状態もあるん。やば、すご。へぇ、まだこれ色塗る前ってことやろ？へぇ。はい、お邪魔しました。へぇ、なんかすごかったなぁ。ねえ、なんかめっちゃすごかった。てか、この家具こういう感じにもできるんや、みたいなの結構あるよね。すごい。花が大量に集められとる。あれやね、こういう風に、なんて言うん？生垣とかで、道を囲むっていうのもなんかすごい、いいなぁ。ここはまだ、未完成のところということやね。あ、すごい、めっちゃなんかいっぱい、レシピが置いてあった。魔女が住んでるのか。お邪魔します。もう外観からして怪しげな。ゴキブリ。ゴキブリ。ゴキブリが、張ってるよ。あ、見て見て見て。ほらほらほら。二人、ハッケミーと、誰だった？ゆめみさん？名前ゆめみさんで会っとったっけ？ゆめみの館におる人っていうのは覚えとんやけど。いってて、焦点した。おー、なんだい？やったー！ゴキブリみんないなくなってすっきりー。人んちだけどね。びっくりしたー。初めてあんなになった。へー。なるほどね。いろんな人たちのポスターがゲットできるんやな。なんかこの村は双子が多いんかな？双子どこじゃなかった。あ、ここあれか。寮みたいな感じかな。ねえ。なんかそんな感じじゃない？魔女学校ということだね。
え、すごい。魔女見習いかな。もう魔女見習いって言ったらお邪魔女しか思い出されないけど。お邪魔女ドレミ。魔女はあれなんかな。あの黒一択なんかな。はい、奥の部屋へ。お、なんか急に。ここは、普通に、中庭的な感じかな。そういう空間かな。なんか全体的に苔むしとってもすごいおしゃれに見えるな。はい、そして、右の部屋へ。あ、ほらほら。生徒は8人?どこで学ぶんやろう?地下とかかな?それとも普通に、魔女たちのシェアハウス的な?何かめっちゃ作文みたいなの書かされよる。レポートか?魔女も大変なんだな。筆記試験とかあったりするんかな?はい、2階へ。え、なんか急激に、え、めっちゃ綺麗なんですけど、こんな綺麗な空間で学んでるの?すげえ難しそうなこと学びよるけど。ねえ、全然なんか、魔女っぽくないよ。え、全然魔女っぽい雰囲気じゃないんやけど、勝手な私の魔女のイメージかもしれんけど、もうちょっとなんかね、イッヒッヒ系の魔女じゃないんかな。ひょるんとした魔法使い系?でもね、前にホワイトボードがあって、なんかそれぞれの机の上に教科書みたいなの開いとったけん、多分あっこが教室ってことよね。あ、そう、こういう感じ。何?上は。上と下で学ぶことが違うってことかな。下はなんか、なんか、呪ってそう。タロット占いかなんかかな。でもなんか、黒魔術とか習ってそう。あれかな、なんか、ファイナルファンタジーとかでもさ、白魔法と黒魔法あるやん。ああいう感じ?白系は上で習って黒系は下で習うんかな。そういう、なんか魔女にも系統があるんかもしれんね。白魔は回復系やろ?面白いな。ね、なんか魔女って言ったらもっとなんか、本当に地下みたいなイメージしかないけん。こっちは和風ゾーンって感じ?もうなんか橋からして。すごいな、私ひたすら何も考えずに雑草抜きまくっとるけどさ、あえて残しても全然絵になっとるっていうのがすごいよね。お、なんか、綺麗だなぁ。パッチがおるよ、パッチ。懐かしのパッチ。おぉ、あ、横向き、いいね、いいね、滝。はい、お邪魔します。あ、ここは温泉宿やね。ほら、こっちが男湯、こっちが女湯、そして番頭さん。着物が綺麗だ。そう、着物持っとんやけどさ、いまいち、こう、使い道がね。あ、すごい、これ床。ね、ここの部分、マイレザーってことやろ?すごい。この大きさの、ラグとかってことなんかな?へぇー。え、てかこれ、え、どういう感じなんやろ、床。ちょっとよくわからんねえけど。よくわからんけど、床がすごい。はい、それじゃあ、ちょっと、男湯に。おー。やっぱこれ多分床、こういう床ってことなんやね。すごいね。こういう床があることによってなんか、すごい雰囲気が出る。前までって多分さ、煙玉みたいなの使ってこういう感じでしよったと思うんやけど、みんなかどうかわからんけど、めっちゃね、これ全体に、湯気が立ち込めとるみたいに見えるのすごい。いいね、いいね。こういう感じなんや、お風呂。すごい。女湯も楽しみだ。ちょっと待って、女湯、女湯、期待して入ってくる。おー、いいね、いいね、いいね。なるほど、男湯と女湯で別に、こう、差はない感じなんやね。ふんふんふん。何か、美肌効果みたいなものがあるんだろうか、お湯には。まあ、大体の温泉にはそういう効能あるよね。さあ、そして、番頭さん。
ちょっと奥に入らせていただきます。あ、ここで、なるほど。芸を見ながら、まあ食べ物を食べると。すごいね、これなんか食器だけなんや。料理みたいなのはないんかな。まああったら多分置くよね。あったら多分それを置くよね。へぇー。なんか和食みたいなものは集まりにはないのか？結構飛び盛りではみんなね、お寿司とかいろいろ置いとったけど。ほい。2階へ。あ、すごい。え、なに？ 2 階お芝居取り寄るってことこれ。え、すごい。ほら。ね、カメラとか照明とかあるし。ここでお芝居取り寄るってことやんね。かっこいい。あ、こういう壁紙があるんや。桜が散り寄る壁紙。すごー。こういう動く壁紙。いまいち全然、ね。使いこなせていない。すげーって思い寄るだけで。はい、そして、地下へ。ん、ここは？なんか、ま、泊まる部屋ってことなんかな？楽屋？2階の劇に出てる人たちの楽屋？いや、普通に泊まるだけかな、ここに。いいな、いろんな感じにできるね、布団とかも。すごい。すごい。これもこんなにいろいろあるのかしら。和室のレベルがなんかやっぱまた、飛び盛りとは全然違うよね。てかどこを見てもさ、この集まりクオリティのこの、寄っても綺麗な絵。なんかどこ行っても絵になるけんな。はい、お邪魔しました。まあ、このね、施設の周りも、良きだね。パッチがね、めっちゃなんか、ゆっくりゆっくりとお散歩しよるのがめっちゃ可愛いんやけど。超可愛いんやけど。いいっすね。こんな感じで。まだ奥もある？あ、この奥にまだ行けるね。あ、すごい、ここは、チャペルっすか？見て見て。これ、金のバラのやつやん。すご。やば。お邪魔します。おー。ほら。あ、この絵かわいい。綺麗。ね。いいっすね。入り口入ってすぐに。噴水。建物の中にも噴水は置けるんやね。まあ、確かにこういうチャペルとかやったら、入り口入ってすぐのとこに噴水とかいうのもありなんかな。はい、左の部屋へ。中庭とかに噴水っていうのも綺麗そう。あ、ここは多分、花嫁さんとかの控え室かな。え、布団かわいい。こんな布団があるん。いいな、いいな。めっちゃかわいい。テンション上がりそう、こんなとこおったら。よきやね。あ、これ、マイデザじゃなくって普通にリメイクでできるってことなんかな、これ。ね、なんか他の島にもあった気がする、あの模様。はい、そして、奥の部屋へ。はい、奥は、まあ、ここで、結婚式を挙げると。いいな、この、花の使い道がね、本当に私ずーっとないんやけど、なんかね、みんなめっちゃ自然な感じで島の至るところに花のやつ置いとるよね。素晴らしい。超綺麗。あ、でもここにはめちゃくちゃぴったり合う感じよね。ふわー。いいっすね。ここで愛を誓い合うのね。はい、そして、右側の部屋へ。あ、ここでケーキとか作るやん。おー、いいね、いいね。なんか私そういうのよくわからんねえけど、ウェディングケーキとかってその場で作るやんかな。いや、教会に作る場所はないか。
運び込んでくる感じかな。すごいなぁ。かわいい。何もかもが。ミキサーはあれ、あれかな？リメイクできるんかな？はい、そして2階へ。あ、2階は、ここでお色直しをするんだな。花嫁が。めっちゃいろんなドレスがあるやん。なんかこの左から2番目のやつシンデレラみたい。なんかあんな感じじゃなかったわ。いいねいいね、ここから選べるんやね、いろいろと。なんかあの幼稚園ぐらいの時にさ、写真館の前をね、通っていきよったんやけど、幼稚園バスが。なんかみんなで、私あのドレスがいいみたいな、めっちゃいいよった。なんかね、結構ね、毎日ぐらい展示してある、外に向けてさ、展示してあるドレスが変わりよったんよね。ほい、そして地下へ。お、地下。ここは一体、コスプレ？なんかそんな感じかな。コスプレチェックな感じよね。なんなんやろ、ここ。コスプレでの結婚式もできますよ、みたいな感じかな。まあ、最近なんかこう、ね、いろんなのがあるけんさ、あれやん。キャラクターと結婚式あげる人とかもおるやん。確かあの、初音ミクと結婚した人とかおったよね。あともうなんか全然人じゃないものと結婚した人も、なんか外国とかでは結構おるっぽいし。そういう感じ？全然違ったらあれやけど。この大量の資料みたいなのは一体何なんだろうか。ノートパソコンかわいい、ピンクやった。はい、お邪魔しましたー。すごいなー。金のバラなんて、金のバラ自体が全く手に入ってない。あ、ここで受付？ってことはこっち披露宴とかそういう感じかな。綺麗。白い楽器めっちゃいっぱいあるな。あ、で、すべてが終わった後に、こっちで新郎新婦が、ね、二人になって、話し合ったりとかするわけっすね。おしゃれだな。あ、こっちや。ここが披露宴会場ってことか。なるほど、なるほど。めっちゃいいやん。超いいやん。これは、プールみたいな感じで使うんかな？なんかそういう感じに見えるよね。これプールサイドみたいな。魚はおるけど、まあ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 。すごーい。こんなにもさ、なんか、島中あちこちを、作り込めるって、やばいっすね。語彙力がなくなったけど。やばいっすね。え、だって私、もう、僕はそのまんま、岡山。全くもう全然、こんなどこもかしこも、施設みたいな感じになってないもん。すごすぎるやん。ふわー。あ、こっちはなんか、海を眺めることのできる、カフェテラスみたいな感じやんね。綺麗。綺麗。何？このおしゃれな島。ほら、バッタがすごく不釣り合いなんですけど。あれバッタ？キリギリスかな？ね。この島に虫なんて生息していないんじゃないかって感じなんだけど。綺麗すぎて綺麗すぎて。やばいな、なんか。本当に、別芸なんですが。ね、完璧なる別芸なんですが。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さて、ことで、なんかね、またちょっとね、あ、見てこれ、貝殻のリース作ったんよ。確かね、私もあの、夏の貝殻が必要なレシピはすべてもう動画外で集め終わったはず。んで、
あ、この辺のやつね。貝殻のリース、南の海の壁、水中の壁紙、海の底の床、星の砂浜の床、水面の床、貝殻ポシェット、貝殻のステッキ。で、私ね、この星の砂浜の床以外は全部作った。この砂浜の床のレシピがなくってさ。そこがなくって。まあ、あとそこだけかなって感じ。夏の貝殻はもう十分足りとるけん。とりあえず、ローンを完済しに行こうかと思います。ご利用なりたいサービスをお選びください。もうね、十分あるけん。イエーイ。ってことで、ローンの返済を。預金から。はい、全額。オッケー。ご利用ありがとうございました。やったー、お家のローン全部払い終わった。ってことで、次は、2階か地下が増えるってことよね。どうもどうも、アイナさん。お家のローン全部払ってくれてありがとうございました、タラも。またしても完済してくれたってことは、やっぱりその、今のを押してもまだ物足りなかった？それなら安心してほしいだらも。アイナさんのお家はもっともっと大きくすることができるだらも。詳しいことはまた時間のある時に相談してちょうだいね。か前回広くしてからさ、収納埋まるのめっちゃ早かったんやけど。こちらは建築相談カウンターだも。どういったご用件だらも？マイホームの相談。マイホームについての相談だもね。どういった相談だらも？増築したい。増築のご相談だらもね。今のアイナさんのお家ならドドンと2階建てにしちゃって2階に広めの大部屋を作れるだらも。おーやった、2階ができる。これで階が増えると工事費も結構かかっちゃうから、124万8000ベルのローンを組むことになるけれど、いかがだも。124万、またしてもでかい。お願いします。オッケー、じゃあ工事の手配は進めるからね。明日の朝には完成するからお楽しみに。だらも、どうしよう。2階はどういう部屋にしましょうか。だいぶ水族館も充実してきたんじゃないかな。ほら、めっちゃいいよね。私、ベタが欲しいんやけどね。ベタ全然釣れんくない？川よね。川で多分めっちゃちっちゃいサイズやと思うんやけど。全然おらんねよね。ここもなんか何もおらんし。え？なにこれ？え、なんかこれ鮭の切り身みたいなんかいてない？え、右下のそうじゃない？違うかな？そういえば、鮭も一回も釣れたことないな。え、あれよね。なんか、滝のところへんとかよね。違ったっけ。ここは結構いっぱいおる。なんかこのティラピアめっちゃ釣れるんやけど。名前合っとる？ピラニアみたいな名前やなって思ったんやけど。そして私のお気に入りのこのコーナーね。めっちゃ充実してきた。よきよきで、この辺。これも結構釣れる。あれ、川のやつよね、これ。何やったっけ？ドラドやっけ？違うかもしれんけど。あ、ここやね、サメ。ほらほらほら。おー、なんかだいぶいい感じになってきたね。これってさ、イワシ？あれはサメには食べられないもんなんかな。でもなんか基本的に、背びれのある魚釣っても、なんか基本はね、コバンザメが釣れるような気がする。コバンザメはね、売ってもなんか1500ベルぐらいにしかならんけん、あれなんやけど。まあでもね。うわぁ、そして私の、めちゃくちゃ苦手な、へぇー、竜宮の使い。一瞬で終わらせるやつ。竜宮の使い。ね、めっちゃ充実してきたね。ヤキだヤキだ。やっぱサメが増えたら全然違うね。何種類釣ったんやろ、サメ。なんか、シモクザメと、あとなんか普通のサメと、んで？さっきのノコギリザメ？ここクリオネだけか。かわいい。そしてここは、まあ、なんか家に飾っとるような、熱帯魚たち。なんかこの、なんやった？この、なんかめっちゃくるくるくるってなってるウツボ？めっちゃ釣れるんやけど、安くない？私最初めっちゃウッキウキやったんよね。で、めっちゃいいの釣れたやん、みたいな。すごいの釣れたって思ったけど、めっちゃ安かったきんびっくりしたんやけど。と、イシダイもめっちゃ釣れる。あれ結構5000ベルぐらいするよね。雪だ、雪だ。
はあ、いいね。めちゃくちゃ充実。なんか博物館、魚のコーナーはさ、リュウグウノツカイ以外は穏やかな心で見れるんやけど、虫のコーナーはなんかちょっと嫌な感じするよね。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月13日土曜日の午後4時35分です。今日は特にお知らせはありませんが、昨日から悩んだクロスワードパズルの答えがやっと分かってスッキリしました。てかね、お知らせない時多すぎん？あ、私ったら個人的な話をしてしまってすみません。それでは本日も良い一日をお過ごしください。てかね、キャンパーを教えてくれるんやったらさ、普通に訪問者も教えてほしいんやけど、あ、雨降りよる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。てかあれよね、この他の住人たちと同じようにさ、主人公も自然にカッパとか着せてくれんかな。雨の日。シャンティ、アイナさんこんにちは。あてもなく外を散歩してたらあなたの顔が思い浮かんだのよね。それでいい機会だと思ってメッセージカードを出すことにしたの。特別な意味なんてないんだけど、第6巻を大事にしてみたわ。たまにはね、シャンティ。第6巻ありそう、シャンティなら。ルーシー、アイナさん聞いてくださいよ。真面目すぎる自分を変えるために最近努力を始めたんです。ラフな言葉遣いを勉強して手帳にメモしてみたり、目分量で料理してみたり、日々真面目に頑張。あら、どこまでも真面目はルーシーより。ちょっと私のラフさを分けてあげるよ。あ、これ捕まえたんや、私サソリ。めっちゃびっくりしたけど急に出てきた。やっとね、やっとこさ、ちょっとサソリが捕まえれたので、ちょっと寄贈してこようかと。何眺めてるの。まあこんなところでお会いするなんて嬉しいな、ダフン。いや、家隣だからね。世間話でも人の話をよく聞くのが大切だって本に書いてあったので、話しかけてくださるの大歓迎です、ダフン。めちゃくちゃ話しかけるよ。おお、トタケキおるやん。ルーシーだけ観客。まあこんなところでお会いするなんて嬉しいな、よ。あれなんやね、屋外でもトタケケはカッパとか着ないのね。アイナさん、今日どんな風にお過ごしなんでしょうか。すごく興味がありますよ。てかね、ここに座っとる子たちにはね、ちゃんとトタケケの話をしてほしいなと思うんやけど。よ、お出かけ帰ったってね。おしゃべりしよう。まだまだ今日はこれからだよね。あなたもそう思うだろ、だってね。うん、まあそれはね。間もかわいいな。この格好。おっ、やってるか、ここから。世間話で。アイナ島の平和はオイラに任せとけ。前にパトロールしてるからな、ここから。思うんやけどさ、動物たちってね、カッパ着とっても、カッパの、なんていう、フードはかぶらんよね。よっ、たぬきち。ギター本に乗っとったの。アイナさん、どうもどうも。こちら建築相談カウンターだもん。どういったご用件だもん。マイホームの相談。マイホームについての相談だもんね。どういった相談だもん。リフォームしたい。お家の外観リフォームは1回につき5000ベルでお受けしてるだろも。今日工事のオーダーを受けたら明日の朝には完成するけど、いかがするだろも。お願いします。じゃあデザインカタログを見せるから、好きなパーツを組み合わせて新しいお家のデザインを選んでね。ってことで、まずは、あ、そっか、ちゃんとこういう風に見せてくれるんか。なんか周りにこういう崖とかあるの結構ね、森の中の、あ、だいぶ増えとる。森の中の家みたいでいいよね。ちょ、待って、これさ、前ピンクこれやったけど、これもうちょっと薄いんじゃない？え、そんなことないかな。これ、でもこれもこう見たらちゃんとピンクな気がするんやけどなぁ。あ、ほら、だいぶ薄い。ピンクな洋瓦の屋根。でもどうやろう。あー、まあ、どっちも瓦か。洋瓦。なんかこっちの方が色可愛くない？でも見え方が微妙に違うような気がするけんね。壁。今がよくある壁。ピンクのよく、あ、かわいい。
かわいい。グレーなよくある壁。これはこれで良き。待って、ピンク。オレンジ。茶色。あ、かわいいな。はは、かわいい。なんかいろいろとかわいい。お、なんかだいぶ。あ、これ入り口のところも変わった？あ、変わったね。階段の部分が。ほら。漆喰塗り。でもこの中で行くとしたら、やっぱピンクのよくある壁？ドア。ピンクすぎるね。赤とかにして、いや、これはちょっと違うな。窓付き。白。白もなんか違うな。どれぐらいの感じがいいんだ？この白やったらあれかな。いろいろと、あ、この辺は？こっちかな。あはー、かわいいような気が。白の方がいいかな。なんかめっちゃいろいろと増えたけん。え、すごいね。めっちゃ増えたね。ピンクリッチ。いや、これは違うね。これは違うね。さっきのやつにしようっと。あ、この辺、この辺。白いアイアングリルなどは。ポストは？あ、ポストも形。これが最初だよね、素朴。で、白い大きな。あ、上に行くんか、これは。ほうほうほう。どっちがいい？もうなんか、このポストが一番いいかな、普通に。どうなんやろ。でもこっちか？待って、もう一回。これはこれでありにゃな気がするけど、普通にしとこ。じゃ、これで、だいぶ変わった？オッケー。とりあえず、屋根の色が、ちゃんと薄いピンクになってくれるかどうか。そういうデザインにしたいんだろうね。じゃあ、リフォーム費用として、5000ベル頂戴します。あ、あれなんや、一個一個5000ベルじゃなくって、全部一気に5000ベルなんや。めっちゃ安いやん、やば。毎度ありーだらも。明日の朝には完成してるから楽しみに待っててね。了解です。めっちゃ嬉しい。超ピンクな家になったわ。いいね、いいね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速旅立ちますか。今回の島はね、和風スポットとか、レトロスポットが見どころらしくって、和風エリアはね、結構夜に映えるらしいよ。お出かけします。はぁ、来た。アテンションプリーズ。陶器は間もなく厳島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻して、シートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午後8時26分。天気は晴れ。気温はそれなりでございます。広場に。陶器は間もなく着水いたします。ふぅ。厳島に到着。かわいい小人が出迎えてくれている。これは、プレゼントなのだろうか。受け取ってよろしいのかしら。いただきますね。一旦全部拾って。何プレゼント用意してくれてるとか。しかもカラフル。カラフル、嬉しい。貝殻ポシェット。あ、格好を用意してくれてるということ。なるほど、この格好でっていうこと。お、ぽいね、ぽいね。大きなリボンに、あ、かわいい頭上にひまわりのワンピース、そしてビーチサンダル、そして貝殻ポシェット。大きなリボンめっちゃ可愛い。てかあれやん、お揃いじゃない？お揃いや、可愛い。超可愛くないこれ。めっちゃ可愛いんですけど。イエーイ。てか流れ星流れてる。
え、めっちゃいいやん。ってことで、ちょっと私は回ってきましょう。ホタケキがいるね。なんだあれは。ちょっと待って。あの、人の島に行ったらやっぱりね、浜辺も気になるよね。浜辺も気になるよね。誰だっけ？タンタンだっけ？ひょっとしてお客さんかな？はじめまして。ふんふん。あゆなちゃんって言うんだ。超いい名前じゃん。あたいはタンタン。他の島の人と知り合えて嬉しいよ。わお。自分の島と同じ子とちょっと出会えて、お、すごい、浜辺で結婚式や。めっちゃいいやん。え、超良くない？ねえ。ちゃんと、ドレスにタキシードに。見て、向こう側ね、ちゃんと神父様もおるんよ。そして、誓いの指輪。良き。超良き。あ、こっちではちゃんと食事も。ほうほう。これ、お色直し用的な感じかな。浜辺での結婚式めっちゃいいやん。なんか、海外とかでよく見る気がする。自分が行ったわけじゃないけど。自分が行ったわけ、あ、この辺も全部まだ会場続いとん。すげえ。あ、ここなんかちょっと、コーヒーが飲めるような。あ、すごいね。何？どこから曲聞こえてきよ、これ。なんか、あ、あれか。下にレコードがあった。近づいたらちゃんと聞こえる感じね。何あれ？ Keep out。サメ？サメが出るんですか？何これ？え？え？何これ？何の骨？え、めっちゃ巨大なんやけど、何あれ？え？なんかこっち側にもあるね。こっちにはなんか、恐竜の卵みたいなのもあるけど。え？プテラノドンみたいな感じかな、こっちは。ね、こっち何の骨？鹿？トナカイ？なんかめっちゃ巨大ですごい不気味。ねえ、びっくり。あ、そしてこっちが、え、面白いね。ここぴょんぴょん渡っていく感じか。モアイ像。は、このね、この飛んでいく感じ私めっちゃ好きなんやけど。なんか至るところにさ、化石が置いてあるんね。すげえ。あ、そして、いいね。あの、桜の花を散らしながらこっちに来る。あ、露天風呂？めっちゃいいやん。これもしかしてさ、温泉、この、お湯の色みたいなの何種類かあるんかな？いいね。なんかそれぞれに効能が違うって感じ。ほら、こっちなんか透明やけど、こっちちょっとね、オレンジっぽい感じやもんね。いいね。流れ星とか眺めながら、温泉に、よき。よき、よき。あ、こっち、見て、流しそうめん食べれるよ。私、流しそうめんって食べたことないんやけどさ。楽しそうよね。なんかみんなでワイワイと。夢じゃないけんね。あの、お花を散らさないように頑張ってるんだ、私。褒めて。ここが博物館。あ、いいね。なんかこういう、ちょっとなんか、奥まったところというか、うっそうとしたところに、ひっそりと博物館が、みたいなの。あ、それでいっぱい化石とかがあるってことか。なるほどね。そういうなんか、入り口にたどり着くまでの演出とかすごい。ね。よき。流れ星が流れる音。あ、ここは、ここがお家なんだろうか。ね、流れ星ちょいちょい流れる。お邪魔します。おー、和風な感じ。いいね、いいね。全体的に和風なんかな。このぬいぐるみは？え、なんかさ、あの、母からのさ、あの、ぬいぐるみ？もしかして人によって違うってこと？なんかこんな感じのぬいぐるみじゃなかった？なんか私のとこ犬っぽい感じやったけど、ここはライオン？なんかそういうのも違いがあるんや。面白い。この手作りの王冠こんな感じで飾られるんやね。かわいい、なんか。全体的に素朴な感じでいいね。あ、そしてここにも。なんかそれぞれにさ、あったような感じの作業台も置けるけんいいよね。何種類か作業台があるってめっちゃいい気がする。やっぱ家の中によって雰囲気とか全然違うし。私あの、なんやっけ？キュートの作業台やっけ？なんかあの、可愛い感じの作業台が欲しいんやけど。あ、いいね。こないだなんか狛犬の、
レシピをね、ゲットしたんよね。これ何のマークなんやろ？何か意味のあるマークなんかな？びっくりした、通れんのかと思った一瞬。あーいいね、こういうの。あーなんかめっちゃいい、田舎の風景って感じ。洗濯物の感じとか。ねえ、よき、こういうところでくつろぐの。あーなんかめっちゃいい、この景色好き。電信柱とかさ、あ、でもなんかちょっと高い位置にさ、いろいろと洗濯物があったりとか、あーいいっすね。あ、この辺や、このレトロな感じ。ゴジラゴジラ、あれなんや、自販機の上にも物が飾れるんやね。とりあえず空いたスペースには全部物が飾れるってことなんかな。室外機の感じもものすごくいいな。あ、で、こういうね、道端にさ、猫じゃらしがあるみたいな。めっちゃ、いいな。そう、あえて残すのいいよね。へぇー。あ、で、やっぱ店先に、タヌキの置物。かわいい。そう、あの花を置く場所をね、迷うんだな。こんな感じで綺麗に花をまとめておきたい。貝殻もあえて置いとくっていうのあるよね。なるほど。え、なにこれ？なんかこういうスペース。いいね。あ、ここなんかちょっとした、なんていうんやっけ、プライベートビーチみたいな感じ？なんか生活空間みたいなのあったけど。そしてここが、なんかレトロな商店街って感じかな。フルーツジュース。いいよね、こういうなんか、昔の看板みたいなの見よって楽しいんやけど。あ、タバコ。よっき。これはバス停みたいな感じで置いとるってことかな。あ、上上がれるやん。すごい、上ちゃんと上がれる。あ、で、上に、エイブルシスターズとかあるんや。へぇー。これは、売り物の着物、着物っていうか浴衣。学校に置かれとるってことかな。あ、いいね。リアルやね。ゴミ置き場。雑草もきっちり生えていて。ん？ここは、あれじゃないの？タンタンの家じゃないんかな？庭に、パンダもおるし。でもなんかハムスケが飾られとる。ハムスケの写真。みんななんか滝とかの使い方うまいよね。いいなあ。あ、こういうなんか、木のリースみたいなのもあるんやね。こういう一人一人の家の庭をさ、ちゃんと作っていく感じ。私もそうしたいんよ。そうしたいんやけどね。まずは私が計算何もせずに、ポンポンポンって適当に家を置いていってしまったせいで、家の位置をずらすのにもお金がかかるというね。微妙に後ろの方行っとったり、モニカおるやん。見てこれ。庭でピアノ。てか、庭に滝がある。めっちゃオシャレやん。絶対お金持ちやねん。これ、ツンドラさんじゃない？違うかな？やっほー。はじめましてなの。はじめましてになるんや。じゃあもうなんか別人ってこと？あれかな？こう、一人しかおらんと思い込んどったけど、モニカ族とかなんかそういう、モニカっていう種類の動物なんかな？あ、はじめまして。他の島からのお客さんだね。あたいはモニカっていうの。この島のアイドルになる予定のあたいが代表で言わせてもらうけど、美しま、楽しんでってね。あやのちゃんか。どうぞよろしく。よかったらあたいでも仲良くしてよ。大好き。口癖、かわいい。そうなんや。夢見ではさ、だって、普通に、知り合いって感じやったやん。現実なのに知り合いではない。なんか不思議な感じやね。ここはなんか庶民的な。でもちゃんと一人一人に庭作っとる。すごい。いいなぁ。やっぱね、外作り込めるってなったらみんな庭ちゃんとするよね。しちゃうよね。え、これめっちゃ可愛いんやけど。これは上にクッションを乗せとるとかじゃなくって、元からこういうクッション付きのベッドがちゃんとあるってこと？めっちゃ可愛いんやけど。あ、そしてちゃんと一人一人に、プレートとか、レースとかあるんやね、扉。すごーい。かわいい。お、なんかこのちょっと奥まった感じ。
ここにも家が。いいね。こういう、こういうなんか、木に囲まれた小道を通って。あ、そうそう、こんな感じ、こんな感じ。こんな感じのぬいぐるみ。なんか色、また違う気がするけど、こういうのをね、もらったんよね、母から。あ、これ、犬小屋と犬ってこと？かわいい。確かに、あの、犬の置物、今回もないみたいやけんね。そっか、それを、かわいいな、そういう見立て。あ、そしてこれさ、これ、私前にね、他の人の島に行った時にもらったプレゼントの中にこれがあったんやけど、これね、星のかけらじゃなかった。全然普通になんかそういうライトやった。家具やったわ。あるんやね、そういうのが。え、見た目似すぎじゃない？まあ大きさは全然違うけども。はい、ってことでお邪魔します。お。なにこれ、うさぎを飼ってるってこと？うさぎを飼ってるってこと？でもなんか猫セットって感じやけど。やっぱ、なんか今回さ、この、猫飼育セットめっちゃがっつり揃っとるよね。私もなんかそういうスペースあるけど、でもなんかがっつり揃っとるけん、全部こう、リアルに飼っとる感じ出せるけんさ、楽しいよね。良きだと思う。私もこの壁掛けテレビが欲しい。ね、なんか上に、歯車みたいなのあるんやけど、あれ何？時計とかではないんやね。普通に歯車だけ？何が機能、何が起動しているんだろうか。あ、すごいね。あ、そっかそっか。これ棚真ん中の部分空いとるけん、真ん中の部分にこうやって置けるんや。なんかちゃんと使えるんやね。なるほどなるほど。そっか、いいな、そういうの。いろいろと上に乗せれるようなものも多いけん。楽しいな。お、和室。あ、ここは子供部屋？和室の子供部屋素朴でいいね。あ、でも子供部屋じゃないんかな？一応おもちゃはあるけど、リビングって感じ？リビングというか、まあ、おばあちゃんと子供が一緒におるみたいな感じなんかな？え、なにこれ？ね、これなに？え、ラジオじゃなくて。この下の、これは？どれが見る部分？この青いやつか。これ貝？なんなんやろ。一瞬、ウツボかなんかかと思ってビビってしまった。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥はなんかまた全然雰囲気が違うね。綺麗。これ虫捕り大会でもらえるやつかな。え、なんか私ね、こんな感じのやつを前にもらった気がするんやけど、でもこんなパステルチックじゃなかったというか、もっとなんか気持ち悪い感じやったんやけど、それもなんか色あったりする？違うかもしれんけど。あ、ここに絵皿飾っとる。かわいい。ここトイレやね。あ、なにこれ。トイレのこんなセットもあるん。トイレットペーパーまであるやん。トイレットペーパーにブラシに、すっぽん。すっぽんって言うかな。なんて言うんやろ。こういう細かいセットが増えたよね。そういうのすごい、リアルさを追求できて楽しい。あれだよね、バスローブ飾ったら、バスローブあっちか。バスタオル飾ったらこんな感じになるんや。なんかおしゃれ。なんか色味が全体的におしゃれやね。シックな感じがする、ここ。クールや、クール。はい、そして、右側の部屋へ。お、こっちは？キッチン？おー。カントリーな感じやね。え、このウェルカムのやつさ、他の人の島にもあったけど、やっぱこういうのあるんやね。なんだ、どこにあるんだ？ローランのとこではないってことか。たぬき商店？この床めっちゃおしゃれじゃない？超おしゃれじゃない？なんか。いいな。私こういうセンス全然ないんやけど、何みんな。なんかリアルに作ってもさ、私と全く違うよね。リアルに作ってもおしゃれなのは一体何なんだろうか。あ、これちゃんと上に置けるんやね。この食器。洗って、乾かしてくやつ。
キッチン周りのアイテムもめっちゃいっぱいあるけんさ、なんかどれを飾ろうかっていうのすごい迷うんよね。ありすぎて。びっくりした。一瞬ホラーかと思った。違うよね。これ静かな空間で、就寝すると。落ち着くんかな。オルゴールみたいな流れよるし。こういうのおしゃれよね、ビューロとか。この辺は書斎兼寝室って感じ？寝る前にここでテレビも楽しんで、お金持ちなんだろうな、きっと。あれ何？鹿の頭か何か？牛？なんかよくわからん感じの、木でできとるよね。テレビの上にあるやつ。はい、そして地下へ。お！地下はおしゃれなバーですか？なるほど。ちょっと、マスター細すぎるけど大丈夫？あ、コーヒー？カフェかな？なるほど、なるほど。え、てか、この壁もおしゃれだな。めっちゃおしゃれだな。あ、これもしかしてパネル？ねえ、これ。パネルかなんかを、マイルドでしとんか。おしゃれい。めっちゃいいね。こういう席もあって。かっこいい。いいなぁ。いいなぁ、こういうの。みんなこう集める家具、めちゃくちゃおしゃれやね。なんかバーの看板みたいなのあるけど何やろうと思ったら地下がそうやったんやね。ん？こっちは？公園や、公園。私も公園とか作っとるけど、やっぱり、みんな作りたくなるよね、公園。よきよき。あ、そっか、公園に、ブランコ。ブランコなんか、あれか、マミーさんの家のとこにあったんか、私の。お、うわ、びっくりした。何が起きたかと思った。あ、なるほど、この辺のは星のかけらなんやね。これが星のかけらで、あれは家具と。なるほど。ここなんか座っとったらめっちゃおしゃれじゃない？ほら、いい感じ。ほら、今だ。今だ、流れ星よ、落ちてこい。おー、めっちゃいいやん。絵になるね、超いいね。え？ここでなんか、塩かきためたりとかするんかな？めっちゃおしゃれなんやけど。そういうおしゃれな趣味が、素敵すぎる。ねえ、いいね。なんかそういう、おしゃれ空間みたいなのをね、遊び心で作ってるのもいいよね。お、なるほど。ああいう感じでなんか、ああいう場所に井戸を作るのね。そう、井戸とかもね、置きたいなと思いつつ、どういう場所に井戸を置けばいいんかがね、全くちょっと、わからんくって結局置いていないという。どこから降りられるのでしたっけどこから降りられるのでしたっけ。いやでもなんかね、モニカ初めましてなのがちょっとショッキングな。マールちゃんじゃない？初めましての方ですよね。私マールと申します。アイナさんとおっしゃるんですか？素敵なお名前ですね。厳島にいらっしゃった時はこんな風にお話してくださると嬉しいです。大好き。大好きが流行なの、この島では。あれ？見たことない子がいる。もしかしておしっこし、おしっこし。お引っ越ししてきたの？なんでよ、その島から遊びに来たアイラくんって言うんだね。僕はトミだよ。あ、男の子か女の子かちょっと判断つかんかったけど、男の子だよね。自慢の厳島を思いっきり楽しんでいってね。大好き。みんなから大好きと言ってもらえる島。よき。あ、ここ何？海の家みたいな感じかな。めっちゃなんかマリンスーツ言うんやけど。え、売り寄るってことでいいよね、これは。お、いいね。そう、やっぱ筋肉自慢の子とかはね、こう、庭にスポーツ系のものをいっぱい置いてあげたりとかしたいよね。え、床にギターを置けるんや。なんか超オシャレなんやけど。あ、いいね。サーフボードこんだけ並べたらめっちゃなんか、圧巻な感じ。びっくりした。クワガタおった。あ、なるほど。
あれか。やっぱ海とかね、着替える場所もあるよね。なるほど、なるほど。なんか、砂浜に直接ギターを置いてるのめっちゃかっこいいな。あ、すごーい！見て、この、ちゃんとした、釣りの空間。え、めっちゃいいやん。え、これは？下にラグ敷けるん。ここの部分にはラグが敷けるの？ラグじゃないんかな？え？ラグ、室内以外にも敷けるん。なんかすごい。ね。敷こうと思って試験買ったのがショックやったんやけど。あれはいつか敷けるようになるんかなーとか思い言った。こういう感じの場所もいいなって思うよね。こういうなんか、ちょっとしたため息みたいなの。おー、いいね。あ、こういうアーチもあるんやね、貝殻の。貝殻系家具。え、なんかさ、なんかさ、めっちゃ巨人みたいなのおらん、ここ。え、てか、おしゃれ、ヤシの実ジュース。いいね。うわ、これや。これや、なるほど。え、めっちゃでかいね、美術、え、こんなでかいん。え、やばくない？でかすぎじゃない？で、海辺でこういうね。おしゃれー！なるほど。あ、このマークか。このマークやんね。旗にあったやつ。え、これは？マイレザじゃなくって、元からこのマークついてるってこと？それをマイレザで書いたってこと？いいな、この海辺の。ビーチのカフェ。いいな。そういう施設めっちゃいいな。ねえ、なんでみんなの島さ、ヤシの木に虫つきよん？私の島全く虫つかんねえけど、え、何が違うの？何？びっくりした。ゴライアスやな、今の。え、ゴライアスじゃない、今の違う？ねえ、え、なんか条件あるの？全然わからないんだが。待って、他に行ってない場所。もう全部行ったかな？あ、もうぐるっと一周したっぽい。え？下？あの真ん中のでっかい部分行ったっけ？ちょっと待って。通れんのかと思った一瞬。あ、キャンプ場や。この辺来てない。広いね、キャンプ場。まあ、狭いキャンプ場とかリアルにないか。ね、確かにそれはないか。誰か訪ねてきとるやん。こういうの人のところも入っていけるんかな。びっくりした。なんかと思った、あの蝶。マルフォ？お邪魔します。入れた。おー。なるほど。誰やったっけ、この子。やっほー。ジャスミンや。この島にはよくいらっしゃるんですか？来たくなっちゃうのもわかります。いいところですよね。ちゃ。かわいい。ドーナツ食べてるのがまたかわいい。いいな、うちにもちょっともっとかわいい子。来て。音楽もまた良かったぞ。ん？なんか上に。めっちゃ巨大なものない？気のせいかな。気のせいかしら。あ、スイカがなっとる。畑があるやん、畑。あ、なるほど、あっち側か。あの上に。この先家やったよね。ってことは、この家は行った。んで、なんかこの奥にさ、行けるところがなんか、あ、上に上がってないんか。ここや、ここ。なんて書いとん、これ。わからねえ。多分、果樹園。多分、果樹園。いいね。梨に、さくらんぼに、りんご。びっくりしたー。お、そしてかかしが。あ、ここもちょっとした広場みたいになっとんやね。あ、で、なるほど、ここで。斧って外に置いたらこんな感じになるん。見て、これなんか、開けかけの段ボールみたいなのもあるやん。中なんか入っとるよ。本？そのやつは持ってないな。もしかして普通の段ボールで開けることができるとかそういうこと？なんかな。うわぁ、こっちにもなんかいろいろと。ここはなんだ？採掘場みたいな感じ？かわいい！この給水ポットめっちゃかわいくない？チェック柄。
え、これはマイレザってこと？めっちゃ可愛いんやけど。そんな、びっくりした。尻尾が動いたように見えた。焦るー。超焦るー。なんかあっちにも空間があるね。あ、でもあっこはなんか封鎖空間みたいな感じ？そういえばなんか扉みたいなのついてるとこあったね。あ、この上なんか遊園地みたいなのある。すごい。あ、こっから上がれるんやね。見て見て見て、テーマパークや、テーマパーク。あ、こうやっていろいろ変えれるんやね、色も。自販機。あ、中に入ってる飲み物も違うやん。ほらほらほら。なんか右側はさ、お茶とか、お茶率が高いような気がするけど。左側はなんかジュースいっぱいあるね。ほらほら、え、めっちゃいいね。そう、こういうね、コーヒーカップとかもあるけど、使い道がいまいちって感じだったよね。どこに置くよっていう。あ、こういうのいい。え、こういう柵あった？私がゲットしてないだけかな。ね、なんかこれめっちゃ絵になる。すごい絵になる。え、いいな、いいな。あ、そして灯台。なるほど、こういうところに。これはコーヒーカップから音が鳴りよるってこと？置いたら音が鳴るんや。へえ、かわいい。めっちゃかわいい。この空間があれかな？あ、いやね、この空間が果樹園みたいな感じや。こっち側は、あ、こっち側は博物館やね。なんかあれやね、島全体がこうやってできるようになったら、もうなんか、隅々まで行きたくなるけんさ、めっちゃなんか、どう言っていいかよくわからんくなってくるよね。こっちは行ったっけみたいな、めっちゃなんかなる。あとはもう、ここはキャンプ場やったよね。この奥にも何かがあるのか？え、違う、こっちは滝やんね。あ、で、あれがさっきの。もうなんかこんなに結構な高低差があるな。なんか裏通れる。あ、この裏からなんか、入れた。あ、ここが見えとった井戸のところやね。で、こっちに行くと、こういうなんか隠し通路みたいなの。この空間は、スロットマシン置いとるよ。なんなんやろ、この謎の空間。あ、見て、ここあれや。ここにツネ吉がやってくるんや。プライベートビーチ。あれかな？まあ、そういう外交戦をやってくる場所みたいな。そんな感じかな。いいね。なんかチラッとね、あの道見えとったんやけど、あの扉があるところどこから行くんかなってめっちゃ思いよったよね。なるほど、ああいう隠れ小道見つけれるのいい。お、見て、マンホールもこういう風にできるんやね。なんか現実でもこういうのめっちゃ流行っとるもんね。いいね、いいね。ああいうなんかご当地マンホール的なの、ちょっと押すことができない。通らせて。なんなの、意地悪なの。ほい、ということで、じゃあね、今回は、この辺で、終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトン時刻は2020年6月15日月曜日の午後3時21分です。今日は特にお知らせはありません。今週も楽しい放送をお届けできるよう頑張りますからね。それでは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、スマホが鳴っている。てかなんか届いてるな、手紙。もしもし、こちら、たぬき商店のまめきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金34,48ベルを口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。あ、てか見て見て見て。ほら。家の外観が変わった。え、めっちゃ可愛くない？
え、超可愛いんやけど。ほらほらマミーさんちと比較するけど。めっちゃ可愛くない？え、今回のは結構気に入ったかもしれない。え、だいぶ可愛い。よきー。お、ハンナちゃんから。アイナに言ったっけ？この島に引っ越しするとき、タンスの中を大掃除したんだ。びっくりした。引っ越していくんかと思った。久しぶりに開いたらたくさんぬいぐるみが出てきてビビったよ。確かクレーンゲームで撮ったやつだな。捨てるに捨てれなくて困っちゃうよ。柄じゃないよな、ハンナ。ハンナちゃんぬいぐるみ好きなんや。めっちゃ意外、可愛い。え、でもいっぱい出てきたって言われには別に何もくれんねやね。ぬいぐるみなんかプレゼントでつけてくれたのかと思ったのに、違うんかい。やっほー、アイダホー。おーす、元気か？の心。お話ししよう。この雨じゃ走り込みは厳しいかもな、の心。まあ、でも雨の中走りよる人らもおるような気がするけど、お、ケイトさん。こんにちは。またお会いしましたね。ちょ、待って、ライオネルが。今日もデザイナー修行のため、アイナ島に来てるんです。お時間よろしければ、ファッションに関するリサーチにご協力いただけないでしょうか。お願いしたい内容は、こちらが出題したファッションテーマに合った服装に着替えて、私に見せていただくというものです。大したものではありませんが、お礼もご用意してありますので。いいです。ありがとうございます。では早速なんですけど、今回見せてほしいのは、メルヘンなコーディネートです。メルヘンか。ふんわりした雰囲気の可愛いコーデや、童話や絵本の世界に出てくるようなファンタジーっぽい格好を見せてください。え、今も結構そういう感じな気がするけど、そんなことない？そんなことない？参考用として、メルヘンのイメージの服をお渡ししておきますね。メルヘンのイメージの服もあるのか。なんかいつもさ、ビビットピンクやけん。メルヘンっぽくないけど、王様の服？ほう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 。こんな感じのイメージで、メルヘンのコーディネートをしてみてください。もしコーディネートが思いつかなかったら、これに合いそうなアイテムを身につけるだけでもいいですよ。もちろん頭からつま先までバッチリコーディネートしてもらえるとすごく助かります。演劇っぽい感じかな。私はここでお待ちしてるので、どうぞよろしくお願いしますね。了解。ねえ、何話し込んでるの？ツンドロさんはミステリアスですごく魅力的ですよね。どうしたらそういう風になれるんでしょうか。まあ、系統が全然違うよね、二人は。そうね。あ、そうだ。ねえ、マミーさん。昨日の夜は何してたの？何だわ。昨日の夜は、お掃除をしてました。ダフン。うん、ぽいぽい。少しもったいぶったらどうかしら。そうね。何をしていたと思う？これよ。じゃあもう一回。ねえ、マミーさん。昨日の夜は何してたの？ああ、すぐに答えたらいかんってこと。何をしていたと思いますか？すみません。お掃除をしてました。私にはこういうの難しいです。素直か。かわいい。まあまあ、あなたの魅力はそういう正直なところかもしれないわね、生田は。まあ、みんながみんな同じ性格にならなくても、ね。王様の服。本当に普通に王様の服なんやね。ケイトシリーズじゃないんや。メルヘンの服、メルヘンの服。どうもー。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。これなんやろう。こういう感じかな、メルヘン。ちょ、とりあえず一旦試着室へ。試着室を使いたいのね。どうぞ。なかったらもう家にあるお姫様っぽい服で。え、これカウボーイ。カウボーイシャツっていうのがあるん。あ、兵隊の服とか多分メルヘンなんやろうな。レースのシャツ。エスニックワンピ。この色かわいい。え、めっちゃかわいいやん。ゴシックな服。ゴシックな服もやっぱメルヘンに入るんかな。いいね。いいね。いや、しかし、ここはちょっと、兵隊の服。緑かわいいな。下はどんな感じ？なんか合わんような気がする。なんか合わんような気がする。てか、上の服長くない？え、長くない？そんな感じ？だって下が全然合わないんだけども。下は家にあるやつにしよっか。ビーズ刺繍のサンダル。
モカシン。本当になんかね、おしゃれアイテムの用語が全くわからんねえけど、私こういう感じの靴現実に持っとるけど、モカシンって言うん。初めて知ったんだけども。あと、もうこれに合いそうな帽子とかないんよね。まあ、とりあえず、一旦この服だけ買って、合いそうな服がなかったら、もうドレスにしよう。とりあえずこれで、大きいに、またどうぞ。とりあえずこれで、一旦、家のクローゼットに向かいます。てか王様の服私持っとんよね。王子様シャツでもいいような気がするけど。これに、そうね、これに合いそうなズボンがないんよね。ってことはやっぱ普通にアントワネットのドレスでいこっか。これで、ちょっと待って。これで、この辺のエレガントな帽子に、この辺のパーティーバッグ、フェイクファーバッグ、いや、パーティーバッグの方がいいか。この辺かな？うん、よき。じゃあこれで行くね、私。絶対こんな格好で外走り回り言ったらおかしいよね。しかもこんな雨の中。どんなって感じ。まだ二人とも広場におったんやね。はい、どうでしょう。あ、着替えてきてくださったんですね。そちらのコーディネート、もう見せていただいてもよろしいですか？いいです。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん。なるほど。どう？素晴らしいです。まさに私が思い描いていた理想のコーディネートです。よかった。前回の一回だけかな？この素晴らしいですじゃなかったの。こんなにメルヘンというイメージにぴったりの組み合わせがあったなんて感動してしまいました。私もあなたのようなセンスを身につけていきたいです。本当にありがとうございました。お礼に仕立て屋クーポンをご支度に郵送していきますね。仕立て屋で使えますのでご利用ください。あと、これも受け取ってください。私がデザインしたものなんです。お気に召すかどうかわかりませんが。お、メガネ。ケイトのサングラスです。それも私が手掛けているブランドのアイテムでして、よろしければどうぞ。またピンクなんかな。できたばかりの新作なんです。今後、仕立て屋にも商品として並べてもらう予定です。またお会いすることがあったら、よろしくお願いしますね。ご協力ありがとうございました。派手。超派手。なんか模様入っとるね。へぇ、はずそう。あ、何作るよん？あー、今いいとこなの。まあ、いっか。どうしたの？あやなちゃん。あは。忙しそうだね。えへん。何を隠そう、あたいは今、段ボールテーブルを作ってたとこなの。なんで段ボール？私が前にあげたさ、貝殻のテーブル出してよ。昨日の夜読んだ漫画からアイデアをピコーンと自信してね。それを具現化してる最中ってとこ。どんな漫画読んでたんだ？てか、あの椅子かわいいよね。めっちゃ欲しいんやけど。あ、アイナちゃんも段ボールテーブルの作り方知りたかったりする？あは、知りたーい。あたいはそれっぽいから、ちゃんとメモしてあるんだよね。じゃあはい、レシピどうぞ。ありがとう。結構簡単だと思うし、アイナちゃんだったらいい感じに作れると思うよ。あは。段ボール最近あんま見かけてない気がする。あ、ちょっと待って、覚えてないな。覚える。何？目つぶって何してんだ？DIY レシピ。段ボールテーブル。そのまんま。なんか段ボールのベッドと同じような感じじゃない？あんな感じじゃなかったっけ？そして今日シャンティーを見かけていない。お！アンチョビー。どうした？風？風ですか？なんだか頭がクラクラして目が回っちゃうんだ。お薬でもあればいいんだけど。待って、持ってくる。かわいいな。ほら、お薬を飲みな。あー、頭がぼーっとするよ。ぜひ。これ、お薬。
お薬？もしかして僕のために持ってきてくれたの？弟子。そうそう。はい。どうぞ。治った？ん？このお薬、ちょっぴり甘いや。僕これならへっちゃらだよ。あれれ？なんだか楽になってきたかも。君のお薬、すごいね。もう別に私が作ったわけではないんだけど。このバスローブ、もらってくれる？お薬のお礼だよ、弟子。ありがとう。なぜバスローブなんだ。本当にありがとう。アイナ君はやっぱり頼りになるな、弟子。よかった、よかった。健康になってくれて。バスローブ。こんな感じ。こんな感じ。ピンクやった。なるほどね。元気に挨拶もしてくれるようになってよかったよ。さあ、そして、シャンティー。何？お勉強中？アイナさん、今日はゆっくりしていってね。だってば。話しに来たよ。島のみんなともっと仲良くなるには、相手のことを知ることが近道だと思わない？だから私にあなたのことを教えてほしいの。そうね。こんな質問はどうかしら。あなたってどんな本を読むのが好きなの？興味あるわ、だってば。雑誌、エッセイ、辞書、それ以外、本は読まない。雑誌、エッセイ、辞書、それ以外かな？普通に漫画とかやな。漫画。種類で答えたらいいんよね。マンセ。なんだそれ。じゃ、待って。漫画。はい。漫画？だってば。そうです。今時の子はそういうのが好きなのね。あなたが読んでるんなら、私も挑戦してみようかしら。そんなメガネかけて読むようなもんじゃないけどね。漫画ね、しっかり覚えておくわ。教えてくれてありがとう、だってば。でもなんか確かに昔は辞書読み寄るのも楽しかったような気がする。いろんな言葉を覚え入れるっていうので。なんかさ、学校の先生とかが、電子辞書よりも紙の辞書みたいなめっちゃ言おったけど、あれだよね、紙の辞書の方が、知りたい言葉を引いた時に、なんかその近くに載っとる言葉も一緒に覚えれるっていう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。